好きだよー。春だよー。そんな春に浮かれ君の、解説をするゆっくり霊夢だよ。みんなー、エイプリルフールで騙されていないかー。嘘に騙されて、枕を涙で濡らす。解説を聞くゆっくりマリサだよ。え？騙されたって、どんな嘘を言われたの？霊夢が金を貸してくれるって、しかも無担保、無利子でな。はぁー、私を誰だと思ってるの？貧乏巫女で主戦闘の霊夢とは私のことだよ。自分で言ってて悲しくはないのか？あいつです。後で折檻するならあいつにしてください。まあいいや。そのことは後でどうにでもするから。ということで今回はアブラナを紹介するよ。アブラナの学名は、ブラシッカ、ラパ。この学名は日本在来の、アブラナのことを指し、一般的によく見られるアブラナは、西洋アブラナであり、学名は、ブラシッカ、ナパスというよ。同じアブラナかなら、前に解説をしたハボタンは何だったっけ？ハボタンの学名は、ブラシカ、オレラセア。前に話した通り、オレラセアが、キャベツ類のことを指すが、今回のアブラナの学名、ブラシカがアブラナ科を指し、在来種のナパ？西洋アブラナのナパスは、アブラナの種類を表しているよ。簡単に言えば、名字と名前みたいなものだよ。そのハボタンだけど、木、か、属のところで、木のところが違うんだけど、いい質問ですね。確かに同じアブラナ科でありながら、ハボタンは風鳥木、アブラナはアブラナ木となっている。学名のブラッシカはアブラナ木、もしくはアブラナ科を指していたが、金魚草のところでも、話に出た APG 植物分類形態において、非常に近縁な種であるが、アブラナ木と風鳥木に分かれたそうだよ。まあこれも、近年の研究によるもので、数年後には、また新たに分かれたり、くっついたり、変更をすることがあるだろうね。次に原産地だが、アブラナ自体西洋種と、東洋種に分かれているところから、はっきりとしたことは、分からないよ。もともとは西ヨーロッパから、北ヨーロッパの広い地域が、原産地だと考えられ、農耕文化の移動とともに、麦やハボタンのケール類に混ざって、移動をしたと、考えられているよ。文明の移動とともに、動いていたということは、それだけ、利用する価値があったということなのかな？アブラナ自体、栽培が非常に簡単で、土質を選ばないところもあるので、幅広く栽培された。中国では、漢の時代には野菜として、栽培をされた。それだけでなく、アブラナ科の野菜は、非常に多い。マリサはどれくらい知っている？アブラナ科野菜言えるかな？そんなポケモン100匹言えるかな？みたいなノリで聞かれてもなぁ。キャベツ、大根、レタスは入るんだっけ？じゃあキャベツだろう。急に言われても、パッと出ないなぁ。レタスは効くかなんだよ。キャベツ太郎は。まあいいや、ざっとアブラナ科野菜を出すと、キャベツ、大根、カブ、白菜、チンゲン菜、小松菜、水菜、ブロッコリー、カリフラワー、芽キャベツ、ホースラディッシュ、カラシナ、わさび、ハーブの一種クレソン、ざっと野菜だけあげてもこれくらい、野生種や園芸草花も、加えると、もっと数は増えるよ。むむむ、思った以上に種類があるんだな。しかし、わさびもアブラナ科野菜に含まれるとは思わなかった。確かにそれは意外だったよ。アブラナ科植物の特徴に、辛味成分のからしり配糖体、グルコノレートが含まれているのが、特徴で、種をすりつぶした、和がらしやマスタードの辛味も、同じものらしいよ。同じなの？でも、味が違うような気がするが、まあ、成分が違うのかな？わさびにはからしにはない、わさび特有の香料と、言うべき刺激成分の差らしいよ。さて、話は随分それたが、解説に戻ろう。次にアブラナの花言葉は、快活、明るさ、財産、競争だよ。快活や明るさというのは、あの黄色い花から見れば連想されるが、その、財産と競争というのは何なんだ？は、そうか。わかったぞ。黄色い花は、山吹色、すなわちみんなが大好きなお金を意味し、それをこぞって取り合う姿はまさに、競争、他者を蹴落とし、財産を築き上げたものが、快活な明るい未来がつかめるということだな。そして、蹴落とされたものは、二度と這い上がれぬ沼に沈んでいく。沼、まごうことなき、沼。じゃあ、その競争って何の競争なの？決まってるだろ。競争と言ったら鉄骨の、上を歩かされるんだ。そして、前にいるものを押して突き落とす。
そんな恐ろしいゲームが、油菜の花言葉だったとは。どんだけ毒されてんだよお前。最近暇だからって、どんだけ読み返してんだよ。花言葉の意味は、快活、明るさは黄色い花の明るさや、春という季節から来る開放的な気分がこういう言葉になるのだろう。さて、鉄骨渡りなんて変な解釈をした財産、競争なのだが、財産は花の黄色、その色が金やお金を連想させるのだろうね。競争は、密集して生息する油菜が、空に向かって競って伸びていく、様子を表しているんだよ。なんだ、そういう解釈なのか。なんか、こう、人間のドロドロしたところだと思ったのに、なんかなぁ。最近のマリサ、闇が深くなってない？そうか、俺は変わりはないぜ。いや、なんか、闇が深くなったというか、中二的部分が、大きくなってきたというか。俺が、中二、それじゃ育て方の話をしよう。土は水持ちが良ければ、特に選ぶ必要がないよ。赤土7、腐葉土3で作り、日当たりの良い場所を好むよ。苗が売っていることはほとんどないため、ほぼ種から育てることになるだろう。種まきは暑さが収まる9月末頃がいいよ。種のまき方だけど、他の植物とは違い、一箇所の穴に種を3個から5個植え込む。発芽後、成長の度合いを見て、発育の遅いまたは小さい芽を間引いて数を減らし、最終的には一つの実を残すことで、大きな個体を作ることができるよ。ちなみに、この育て方は大根の種のまき方にも、共通しているよ。比較的、寒さにも強く育てやすい植物であるが、注意するべき点は、水を欲しがること。だけど、春に3日の晴れ間なし、という言葉通り、春は安定した天候が、続かないので、水に関しては気にしなくても、問題はないよ。あと注意すべき点は、虫がつきやすい点で、アブラムシやモンシロチョウの、幼虫がつきやすい。育て方は以上かな。俺が、中に、闇に染まってる。だいぶ、答えているみたいだね。ふかーつ。この俺を誰だと思ってる。鋼の心を持つ魔女、マリサ様だぞ。この程度で折れるやわな精神は持ち合わせていない。さすがマリサ。デモンズソウルで青ニートになった虫とは、精神のずっと差が違うね。はっはっは。暇と余裕を持て余したまんじゅうほど、精神が強靭なものはない。で、解説はこれで終わりか？いや、最後に話すのは、油菜の名前の話だよ。油菜は油が取れから油菜なんだろ？うん、その通りだよ。油菜の種を絞ることで、油を取れる。そのため油菜とされているが、油菜、菜の花、菜種と呼ばれるが、そもそも菜とは何だろう？ここで質問されるとは思わなかったぜ。まあ、草冠無理がついてるから、草を意味してるのかな？惜しい、正解は野菜を意味しているのでした。あまり惜しいとは思えんが、人間の役に立つ植物、それを栽培しているのが野菜ということでいいんじゃないの。話は戻すけど、な、とは野菜を表し、古事記の中では、吉備の青菜と記されている。でも、ここでの青菜とは、株を意味しているらしいよ。また、万葉集の中では、佐野の菊たちとして登場しているよ。植木屋さん、お酒はどうだい？青菜もいかがかな？一瞬何かと思ったが、落語か。つい、青菜という言葉が出てきたからな。日本語の名前ばかりだけど、英語では何と言うんだ？英語での呼び名はいろいろあり、オイルシード、レープ、レープ、フラワー、レープ、ブロッサム、とあるが、おい、随分物騒な名前だな。内容の薄い本が熱くなる、見解のやつか？いやいや、同人誌や怪しいビデオで、扱われる内容ではなく、ここでのレイプとは、油菜のことであるが、やはり犯罪のイメージがあるため、最近ではこの言葉が使われず、最近では、オイルシートだけや、一般的にはキャノールフラワーと、呼ばれているよ。ほう、そうなのか。英語とは難しいものだな。そうだね、教科書には載らない隠語が入っているから、余計難しく感じるんだろうね。まあ、それ以上に伝える言葉とは難しいものだね。今回はこれで終了するよ。年度末が終了し、本格的に春を楽しむ時期が来るといいね。今年の年度末の仕事がきついと、主が言っていたな。主だけじゃなく、全体的に忙しいからね。というわけで主の分も私たちが、春を楽しむことにするよ。それでは皆さんさようなら。主はずっと忙しく働け。それじゃあまただぜー。